カムイスキーリンクスは北海道旭川市にあるスキー場。カムイ山の斜面にコースがあり、国設カムイ山スキー場を前身としている。上川地方で最大規模のスキー場であり、市街地近郊にありながらパウダースノーを楽しむことができるスキー場となっている。これまでに全日本スキー選手権大会、全日本学生スキー選手権大会を開催している。 夏季にはパラグライダー、グラススキーやマウンテンバイク、キャンプなどのアクティビティを楽しむことができる。昭和の初期に国設カムヤマスキー場が開設し、1955年の第10回国民体育大会、1966年には最新のリフトを導入して第21回国民体育大会を開催している。1984年に規模を拡大し、 カムイスキーリンクスとしてオープンした。当初の経営主体は日本ゴルフ振興であったが、国有林を含む幼稚開発には自治体の関与が必要であったため、第三セクター、カムイヤマスキー株式会社を設立して運営した。2003年に日本ゴルフ振興が経営破綻すると、旭川市は施設を無償で譲り受けて営業継続を決めた。運営に関しては、 北京運輸の関連会社である株式会社朝日川北インター開発公社に経営を委任した。2013年から新井寺所株式会社が指定管理者となって運営していたが、2018年からは一般社団法人大雪カムイ民たらどもが指定管理者となっている。年表コース作動その他、ありがとうございます。